ウィスコトです。今回ですね、緊急バランス調整が来まして、猫環境がやっと終わって、なんかいろんなユーザーが復帰してるみたいですね。それに伴っていろんなキャラクターが変更されたんですけど、まずリコですね。リコのウルトのダメージが640から720になって、ウルトに必要な弾数が12発から11発になったということで、ウルトのダメージが上がってウルトの回転率が上がったらしいですね。でそしてサージの体力が6000から6600、誤差ですね。はい、続きましてダリールなんですけど、こいつね、通常攻撃の弾速度めちゃめちゃ遅くて、あんまりね当たらなかったんですけど、それが 30% 速度が増加したってことで、結構弾が当たりやすくなって、なんで、必然的にダメージ量が増えた、ダメージ量っていうか、ヒット数が増えたっていうべきか、増えましたね。なんで結構強くなりました。はい、そしてもう誰も使ってなかったバズですね。バズはマジで見なかった。体力が8800から9600になって800増加したということで、結構死ににくくなりましたね。そして某、攻撃力が1400やったのが1280になって、攻撃力が120、減少して、そっからねウルトが8発から9発になったってことで、これはね、かなり下方修正されたんですけど、まだ現役なんじゃないかなと。まだ戦えるけどちょっと弱くなりましたということで。はい、そして皆さんお待ちかねのキットなんですけど、もうめっちゃ弱くなりましたねこいつ。まずね、リスポーン直後の無敵状態のキャラにおぶされなくなったのと、であとウルトの回転率が下がったのかな。そしてで、これ味方にくっついてたら、くっついて解除されたらもう一回ウルト使えたんですけど、それがなくなって半分ぐらいにしか、たまらなくなったんで、ウルトループができなくなったのと、そしてね、何よりキッドが敵におぼさってる時に攻撃食らうようになったということで、これ終了ですね。これ敵にくっつけなくなりました、実質。なんでクソ雑魚になりましたね。でそして味方にくっついてる時ね、一発4000の弾投げてたんですけど、それが3200ダメージになって800減少と、あとねガジェットですね。ウルトのチャージなんですけど、これね、移動しても 100% ウルトのチャージ速度上がってたんですけど、それが修正されて移動をやめるとにちゃんと戻りましたと。であとね、ローサ、ウルトのチャージ率が 20% ぐらい下がったので、それに伴ってハイパーチャージの溜まる速度も遅くなったということで、めちゃめちゃ良くなりましたね。今までね、もうウルトループめちゃめちゃできて、でそれのせいでハイパーチャージ1試合に 2,3 回ぐらい使えたんですけど、それがなくなって元に戻ったということで、ローサね、めちゃめちゃ強かったんですよ、タンクの中でも。それが一旦落ち着いたって感じですね。まずね、ちょっとキットから見ていきますと、もうこいつね、もう見るも無残なことになってるんですよね。一旦今回なんかボットみたいなんで使っていきますか。これ知らない。でこんな感じで敵にウルト打つじゃないですか。でそうすると、第三者からダメージ、ウルトは食らわない。こんな感じでくっそもろくなりましたね。敵にくっつくときは、三々の場合は、敵が1匹のときかな、もうそのとき以外はね、くっついたらダメですね。であとウルトの回転率も下がったんで、シンプルに敵にくっついてもね、あんまりいいことがないですね。クソ雑魚マジでよえ。はい、あとね、味方にこんな感じでくっついてあげまして、攻撃力が4000から3200ダメージになって、これはね、高すぎたんですよね、4000ダメージが。なんでこれいい修正なんじゃないかなと。でこう味方から剥がれた時に、なんかウルトね 40% ぐらいしか溜まってないんですよ。なんで味方から離れた瞬間もう一回ウルト使えなくなったんで、割と雑魚、シンプルに割と雑魚ぐらいになったということで、一回点決めて勝ちかな。弱え猫弱えめちゃめちゃ弱くなってる。環境戻ってるんで、皆さん帰ってくださいい一旦引退した方帰ってきてください。はい、続きましてボウですね。火力が下がってウルトの回転率が下がって、結構弱くなったなと思いきや、今まではねトップ5ぐらいやったんですけど、15位ぐらいかな。ボウの何が強いかっていうと、火力も高かったんで良かったんですけど、こいつね、地雷シンプルにクソ強なのと、あと意外と弾がね当たり判定広くて、なんか範囲攻撃なんで、いろんな攻撃、敵2匹かぶさってたらなんか2匹とも当たるし、でもうね、打ち方によっては絶対に弾避けれない、一発だけ当たるみたいな打ち方もできるんで、回復阻止もできたりして結構強いんですよね。結局強いけど、ファングが止まらない。ファングとメイジー下方修正してないの、正直ね結構やってるような気がする。もう今2強やもんな絶対。チャーリーも、ほどほどに強いけど、でダリルのね弾速度上がったのは、まだそんなに強さは実
感できてないっすね。まあ俺が使ってないっていうのもあるけど、あ、終わったな。あ、もうマジで、あ、マジで強いってファング。まあ、チャーリーもなかなか強いな。この編成強いの結構的。まあ、でもね、俺地雷溜まったんで、まあ、これで草むら剥がしたら、まあ、結構有利になりますね。これここの草むら剥がしたら結構有利になって、その突進はもう正直美味しい。で棒の地雷剥がれたんで、うまったっぷりはこっちじゃないんかい。でこっち、草むら剥がれたんで、まあ、一旦ねもうこれ有利一旦有利になったんで、これちょっと左サイド行ってあげて、チャーリー嫌なんですよね俺。で、まあ、ウルトの回転率下がったんですけど、まあんまり変わってないかな。まあんまりなんか俺もう棒の地雷がとにかくこの理不尽さね、これがクソ強いなんですよね結局。さあこれ一旦ぶっ、お前が飛ばす、お前ぶっ殺してくれたなお前お前のせいで死んないけど、もう地雷引っかかってもう気持ちよすぎて、もう今の忘れる今の忘れるあ、いいや別に完全にぶっ殺したし、あとね今ダリルの弾速度が今まで通りやったら多分死んでなかったんですけど、まあ、ちょっと弾速上がったせいで死んだみたいなところあります。だからファング右からね押してくれたら嬉しい。右から押したら多分地雷引っかかったんで敵、こうどうしよう。あー、まあ、これ入った、ナイス、そこの壁壊し熱い。ダリル引っかかるから上がっとけお前、おい上がってたらパスで決まったちょっとこれ上級者すぎるな今のは。ダリルが地雷に引っかかる読みの前線、味方のウルトパス待ちの前線押し上げっていうのはちょっとレベル高すぎた今のまあでも決まったし、いや、でこの辺地雷置いといたら、敵ね、あの地雷置いたの今バレてないんで、これ絶対引っかかりますね。これもう確定、これ避けられないんで。でこの当て方っすね、この当て方すると絶対攻撃避けれないんで、お前俺が地雷置く瞬間にか、さっき絶対引っかかるとか言った地雷捨ててしまったんやけどまずい、まずい、それそ、まずい、ハップで、でこの当て方すると絶対避けられないんで、まあ、一回ぶっ殺しといて、上がるぞ、勝てるぞ、でかい、パス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 、なんでくんねんお前、いや、いけっけ、ちょ、それ強引すぎる、強引すぎるよそれ、落ち着け、マジで、ハップで、これ地雷引っかかるんじゃね、熱い、あ、そこのボール位置良くないですね。これウルト溜まるっしょ君、エリザベス当てる、当てて、もう下がんのお前、ほらウルト溜まるやんお前ウルト溜まるやん、ウルトパスするやん別に、いや、まあもう別に弱くはないですね。ダメージ結構出たんじゃね、10万ダメージ出てるみたいな感じで、まあ弱くはないですね。はい、そして最後ダリルなんですけど、まあ、弾速度上がった程度でどれぐらい変わってるんですかっていう話なんですよね結局。まあ一旦ちょっと使っていきますか。まあ一旦、あ、はいえ、はいえ、マジで速い、これ全然違え、マジで全然違え、なんか速すぎて、なんか弾も避けれるようになってるなんか別の効力ついてる。でこれウルト使って挟んであげて、そっちのガジェットね、まあ一旦、あ、これ勝てそうっすね。もうこれ編成終わってるけど、なんかダリルの弾速度上がってるおかげで、なんか俺の弾よけがなんか覚醒してるなんかめっちゃよけれるんやけど、これガジェット使われても、ぶち殺せる、これウルト突進で、あ、これやばい、ルー強くねー、そこ倒してたらもう絶対点決まってたけど、うちのチームね壁壊せないんで、うん、結構しんどいな。でエリザベスもねガジェット弾き飛ばそうなんで、それめっちゃでかい、それこっち来んな、これワンチャンドリブル、ウルト、もうファングが強い、ファング強いですね。どうしよう、まあでもエドガー銀環境全然強いはずなんで、顔修正来てないんで、さこれは一旦、ファング倒して、でこっちから一旦ザベス倒して、いや、そこまで逃げるか、それ偉い、あ、撃ってきた、お前回復できんよそれ、え、なんか意外とルーが強え、ルーのせいで、ナイス、あ、これ決まった、あー、これ決まったけどね、これ後半戦不利なんですよね。エリザベスが壁じわじわ壊してきてて、あ、壊れてねえわ、壊れてないけどちょっと不利っすね。これ守るぞ、お前ら守るぞ、これガジェット使ってウルト貯めて、ガジェットの一発当てたら 25% ウルト、強い、お前強すぎるマジで、やばい、これはでも俺ウルト溜まるんでノックバック、待って待って、なんで
これまずいぞ、マジでまずい、マジでまずい、勝とうな、お前ら勝とうな、マジで。え、これもう一回ガジェット使って、え、ハイポチョージ2匹溜まってるんだが、え、ファングとつってきたんだが、ルー強いって、おーい、もう勝てねえ。まあでもダリルは良くはなってる、まあ、確実に強くはなってますね。まあ使えるレベル、はい、ということで、まあ、かなり、環境も落ち着いてるんでまあまあまあいいゲームになったんじゃない。まあ、猫がひどすぎた。おかえりブロスター、ようやく俺たちのブロスターが帰ってきた。